覚めの時がやってまいりました、デスアーダー様。人間どもをこの世から抹殺する時が来たのです。デスアーダー様、20年ぶりでございます、デスアーダー様。すべての準備が整っております、どうぞご命令を。まずは手始めに、サウスウッド王国だ。ファイアーウッド王国。かつてこの国は貿易の中心地として栄え、その町並みは美しく、人は平和な日々を過ごしていた。ああ、今日だな、ティリス様の誕生日は。ああ、賑やかになるぞ。さあ、ティリス、こちらにいらっしゃい。はい、お母様。おめでとう、ティリス。これであなたも一人前ね。ティリス様、万歳！ファイアーウッド王国、万歳！ありがとう、諸君。あなた、あれは？あやつらは？行け、殺せ、皆殺しにしろ。無念。貴様は？です。おっと。ティリス、いいですか？そこの岩陰にじっとしているのです。でもお母様が。早く！お母様。神様。どうぞこの子、ティリスをお守りください。お母様。お母様。
そんな、この私が破れるなんて。ハイネケンまでやられるとは、お前の腕も大したものよな。デスワード、どこにいる？姿を見せなさい。何？この蛇の群れはどういうこと？蛇たちが祭壇の方へ集まっていく。まさか。正しく我々に従っていればよいもの。お前がデスワード。バカなお前にもよくわかるようにわかりやすく教えてやろう。このデスワーダーに歯向かうことがどれほど愚かなことか。死ぬのはお前よ、デスワード。どこまでも愚かなやつ、死ぬがいい。信じられぬ。このデスアーダーが小娘ごときに破れるなどということは。一人じゃないわ。私の持つこの剣にはお前に殺されていた人々の力が込められてるのよ。くだらん、愚か者のたわごとだ。愚か者はあなたの方ね、デスワード。終わった。やっと。あなた、しっかりしてください。あなた。何が起こったのだ。もう大丈夫。魔人は、デスアーダーは死んだのですよ。魔人が死んだ？信じられん。ほら、あのお方が。ほう、そち、名を何と申す？ティリス、ティリス・ファイアウッド・フレイヤー。デスアーダーに囚われていた国王夫妻は救出されたが、サウスウッドがこの戦いの傷から立ち直るのはまだ先のこととなるだろう。やがて真の平和がサウスウッドに、そして世界に訪れることになるだろう。
国王の招きによりティリスは国王夫妻と共にサウスウッドへと向かった。国王夫妻はティリスの身の上を聞き大層な驚きを示し、彼女にファイヤーウッド最高の協力を申し出た。王国の最高に際し彼女は様々な試練と戦い、そして打ち勝った。人々は彼女をたたえこう呼んだ。ファイヤーウッドの構成、ティリス・ファイヤーウッド・フレイヤー。